さあやってまいりましょう。手持ちの都合すべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはアナと雪の女王よりエルサー、ついにやってまいりましたね。ありのままにプレイしていきますよ。はい、ちょっとね、鼻声に聞こえるかもしれないんですけど、これね、風邪ひいてるとかそんなんじゃなくてですね、単純にね、今ね、ティッシュペーパーを鼻に詰めてます。なんでそんなことしてるのっていうと、なんかね、ついにね、おあー、なるほどね、本当にエルサのスキルって感じがしますね。凍らせてますね。で、なんで鼻にティッシュ詰めてるかっていうと、単純にですね、もう、あのね、ちょっとね、花粉症にちょっとどうやらかかっちゃったみたいで、鼻水が止まらなくて、で収録中鼻がずっと垂れてきてズミズミ吸ってたんで、ちょっとね、いくつか前の動画を見てもらったらわかると思うんですけど、ズミズミ吸ってて、もう実況どころじゃなくてもううるさくて仕方なかったんで、ちょっとね、もう鼻詰めてね、鼻が垂れてきても大丈夫なようにということで今、やってます。すいません、ちょっとお聞き苦しいお声だったとしたら大変申し訳ないですが、ご理解いただけると嬉しいです。さて、エルサね、なかなかいいですね。でも、凍らせるくらいだったら一気にね、やってくれたんですけど、なんか上に残す意味、何があるんだろうなって感じしますよね。うん、固まりなさい。冷え冷えのみーですね。はい。エルサの氷と、クザンの氷だったら、どっちが強いのかな。やっぱりアイスエイジにはかなわないかな。でも、なんだかんだ言ってね、アナと雪の女王の最後なんかアイスエイジしてましたし、津波っていうか波が来るところでね、アイスエイジグワーやってましたからね、やっぱりエルサの魔法は海軍大将に負けないほどの力を持っているのかもしれないですね。うん。何と何を比べとんだっていう話ですよね。はい。いやー、あと一回なんとかスキル使いたいけど間に合わないね。うわー、残念。はい。ということでね、アナと雪の女王からエルサは粒を下半分のね、下半分というか下の方の粒をね、消して一気に解凍するという、そんな粒でございました。では次回お会いしましょう。また。ミッションクリアー。